デルで、タレントのマット、29、が1日。日本テレビ系、踊るさんま御殿に出演。美肌を保つためにしている紫外線対策について語った。テーマの美容に命を懸ける芸能人としてマット T は日頃屋外では日傘を3本差しているという。自分で差しながらマネージャーがゴルフ用の大きいやつを差してるとその様子を説明。司会の明石家さんま68に付き人下打ちとかしてない?と尋ねられるとなんなら二人にやってもらってます。小型扇風機も持ってもらってと、日傘は最大4本そう。その絵で小型扇風機まで持ってもらうと明かした。一方、野外では大掛かりな日焼け対策をしているにもかかわらず、室内では遮光カーテンなどの対策をしていないと告白。これには、さんまから、お前、復帰人の気持ちになってみろ。今日から遮光カーテンな。そうせなかわいそうやろ、お前と説教さ。で、マットは苦笑いを浮かべていた。